自分が自分であるためには驚くほど多くのものが必要なの。他人を隔てるための顔、それと意識しない声、目覚めの時に見つめる手、幼かった頃の記憶、未来の予感。それだけじゃないわ。私の電脳がアクセスできる膨大な情報やネットの広がり、それら全てが私の一部であり、私という意識そのものを生み出し、そして同時に私をある限界に制約し続ける。それが沈む体を抱えて海に潜る理由か。暗い海の底で一体何が見えるってんだ。今我ら鏡の手見るごとく、見るところおぼろない。今のお前だよな。